1977年の奪わない駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、網走方面。上は、野トロ湖。島式ホーム一面2線であるが、駅舎側は副本線扱いで、さらに駅舎側に、貨物積み下ろし線と、貨物ホームを有していた。貨物ホームに、貨物車両が留置されているのが見える。後に副本線は、網走側分岐が切られて、補線用の待機線となり、 貨物線船も後年撤去されて、駅裏側本線へ防線化された。国土交通省国土画像情報をもとに、作成奪らない駅は、かつて、北海道網走市麻奪らないに設置されていた、日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号はう、う有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で、 島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。かつては島式ホーム一面二線を有する列車交換が可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も電鉄機が中優別型のみ維持され、行き止まりに切られた形で側線として残っていた。その他、 本線中優別方の旧交換設備ポイント手前より分岐し駅舎よりを通る側線を一線有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の南側に位置し、校内踏切で側線を渡り、ホーム中央部分とを結ぶ通路で連絡した、木造板張駅舎であった。また、1983年時点では使われなくなった。 貨物ホームが残存し、付近の農協の駐車場として利用されていた、当駅が所在した地名より、アイヌ語に由来するが諸説あり、河川が、ノトロコに流れ込むあたりの川口が不明瞭である様を、示した、ウパラライ、もしくは、オパラライのほか、オパラ内に由来する説もある。ウバライ交通公園網走市、鉄道記念環球駅構内は1988年1月から、網走市により、 すばらない交通公園として整備され、ホーム及びレール、またホームに横付けされ、現役当時を再現する形で9600系、蒸気機関車49643号機と、それに連結して、国鉄の旧型客車である、オハ47型オハ47508が、生体保存、展示されている。オハ47は、車内の一部が小上がりに改装されており、以前は下記に、 車内での宿泊が可能だった。49,643号機の近くには、踏切警報機も設置されている。公園の案内板には歴史を記した、有望線の歩みと、路線地図が記載されている。また、同公園に隣接した、敷地内に、バスターミナルを兼ねた商社な建物である、網走市鉄道記念館が開設され、2階に閉塞機、通票、保線用具、備品、 乗車券、写真パネルなどの有望線関連資料が保存、展示されている。中には、喫茶店、エルコンドルが入居する。以上は2010年時点、2011年時点でも、同様の状況であった。当駅跡付近の線路跡は、北海道道1線87号網走り、ところ自転車道線として自転車歩行者専用道路に再利用されていた。 日本国有鉄道有毛線北見平和駅、上原内駅、二見中央仮上工場二見川丘駅、ありがとうございます。